こんばんは。ここですね、タワーの売れましたんで、前回タワーの振り返りをしつつ、いろいろね、喋っていこうかなと思います。ということで、とりあえず、じゃあグラスから、ちょっと喋っていきますか。グラスなんですけど、グラスコートに関しては、夏ストームアスラを使ってほしいというコメントがありましたので、ちょっと今回使ってきました。まあ、夏ストームアスラは、まあ、使用感としてはあれと近いかな。ハードコートの機関閻魔。あれで、まあ、夏ストームを打ちつつ、トレオスと対面するような感覚と非常に似てるんですけど、まあ、あんな感じで、まあ、まあ、相手のショットを遅くしつつ、まあ、エリアの暴力で倒そうっていう感じにはなるんですけど、まあ、そうですね、使用感、使ってみた感想としては、まあ、閻魔ほど楽勝って感じはしないけど、まあ、でもアスラをちゃんと使える、まあ、ちゃんと補給さえできる人であれば、まあ、普通にアスラ使うよりは全然使いやすいので、まあ、割とありかなっていうところではありますね。一応今回、編成にミキを同時に編成したんで、ミキ使えばいいじゃんみたいな感じのことを言われるかもしれないんですけど、ミキはね、難しいんですよ、使うの。みんなが使えるわけじゃなくて、この1試合目の試合に関しては、まあ、こう使えたらいいよね、みたいな感じの立ち回りを、まあ、意識してやってみました。なので、まあ、こう使えるのがベストではあるんですけど、まあ、みんながみんなね、ミキを使えるわけではないというところで、一応2試合目の方で、ミキ使うのちょっとまあなんか苦手そうだなみたいな感じの立ち回りでやってきました。なのでまああんま回避アクション使わないし使ってもちょっとミスっちゃってるみたいな感じの試合をやってきました。まあナメプって言われちゃう可能性もあるのでタワーではやってないです。あのフレマの方でちょっとねやってきました。まあちょうどアイリスと当たってなかったのでまあいいなちょうどいいなと思ったのでちょフレマの方でねちょっと今回やってきました。はい。でまあ、使ってきたわけなんですけど、まあ、コンセプトとしては、ミキでとりあえず初手 SS 打ちますと。で、ミキで初手打つってことは、まあ、これはね、ミキで来るだろうと相手にね、思わせることができて、で、エルティナでじゃあ塗り替えてアイリスでやろうっていう人が多分、まあ、考える人が多いと思うので、そこを狙って、まず、エルティナにストーム塗り替えてもらいますと。で、塗り替えてもらうと、まあ、大抵の編成はもうストーム入ってないんで、塗り替える要因がいないと。で、そこで塗り替える要因を潰したところで、後からリューテッドを打って夏ストームを、まあ、貼るというところで、まあ、安全にね、塗り替えられずに、まあ、アスラを使うことができるって感じで今回使ってきました。まあ、正直別にミキじゃなくてもいいです。ミキじゃなくてもいいんですけど、まあ、なんか、どうしてもエルティナに塗り替えたいなって思うのって、やっぱミキだと思うんですよね。だから、今回ちょっとこれ使ってきましたが、まあ、ミキ持ってない人であれば、別にミキ以外じゃなく、まあ、ミキ以外でも全然いいかなとは思います。はい。エルティナを、まあ、思わず使いたくなるようなキャラであれば、まあ、別にいいかなっていうところですね。はい。で、まあ、さっきアイリスと全然当たんなかったって話したと思うんですけど、今回ミキめっちゃ多かったですね。エレノアすらいなくて、もうミキしかほとんどいないような感じだったかな。普通の、まあ、ミキアミよりと、プレミオのミキと、あとはシエラリーダーのミキとかいたんですけど、そこら辺しかいなくて。で、その中でちょっと珍しいミキがいて、普通であればジンだけ持つのがテンプレなんですけど、アスラだけ持ってるミキいて、コピーのですね。持ってるミキいて、珍しいなって感じでやってたんですけど、見事に負けて、やっぱギア賞の圧すごいですね。あれやるとやっぱ常に直線警戒しなきゃいけないんで、ちょっと非常にやりづらいなと思ってやってたんですけど、それ、いいなと思って、自分もちょっと使ってきたんですよ。その人ね、グラマスも常連の人だったかな。もうタワーの一桁もね、全然取ってるような人で、非常に上手い人だったんで、ちょっと自分もね、ちょっと使ってみようって感じで使ってきたんですけど、よかったです。さすがだな、やっぱ、グラマス出場する人はやっぱ違うなってことはあったんですけど、強いっすね。やっぱなんか、陣だけっていう固定概念がやっぱありましたね。やっぱ、まあ、アイリスタイムは確かに陣だけあると非常にやりやすいし、陣だけな陣だけにしかできないことが当然あるんですよ。まあ、例えばスマッシュをボレーで取るとか、またエルルチェーン強くするっていう面では陣だけの方が向いてるんですけど、まあ、アイリスとか、あと闇の王子とかを見る上では、まあ、こっちはこっちでありかなって思いました。やっぱなんか例えばアイリスが前に出てこようとした時とかに、まあ、飛燕で後ろ抜いたりとか、闇の王子の SS 通って返したりとかできたりして、得点が増えるんで、まあ、より攻撃的なミキをしたいのであれば、こっちありかなっていうところはありますね。
まあ、当然、まあ、途中で言った通り、まあ、エルルチャに弱いとか、そういった、まあ、コンボを、まあ、続けられない可能性がある分、弱点は、まあ、出てきちゃったりはするんですけど、その分強みもあったりするんで、こちらはこちらで強いなーっていうところをちょっと思いましたんで、まあ、割とありだなーっていう、ちょっと今回ちょっと紹介させていただきました。はい。勝手に紹介しちゃって申し訳ないんですけど、一応こんな感じのものがありましたよって感じで、まあ、一応その、ミキが登場してすぐあたりはいたような気がするんですけど、まあそれから見なかったんで、久々に見たなーって感じで、まあ見かけたわけなんですが、まあ今でも全然ありだなーっていうところはありましたね。はい。ということで、ちょっと他のことも喋っていきたいんですが、そうですね、グラマスの話でもしようかな。グラマスの動画の方で先に話したんですけど、グラマスの動画はね、ちょっと今までのような毎回の更新をちょっとやめようと思ってまして、まあ、もし面白い試合があったりとかして、まあ、要望があれば、まあ、更新するぐらいになるかなとはちょっと思ってますね。で、その空いた枠、そのグラマスやんなくなった分枠が空くので、そこの空いた部分で、まあ、リクエストに答える動画の方を上げようかなと思ってるので、まあ、そこら辺よろしくお願いしますってことをちょっと話したかったです。ちょっとクレイ入っちゃったんで、ごめんなさい。ちょっと途中で話ぶった切ってクレイの話をちょっとごめんなさい。させていただきたいんですけど、クレイコートに関しては、エルコヨミサテラエンマの編成でやってほしいとのリクエストがありましたんで、今回使ってきました。まあ、コヨミとエンマは正直過去に使ってるんで、まあ、フレーズに行くとして、サテラですね。サテラなんですけど、サテラは、カメレ効果無効というものがあるので、まあ、相手の王水を無効化することができます。まあ、無効化することができるんで、まあ、そこ無効化した状態で、まあ、その SS とか、ギアショーとか、まあ、そういったもので、抜いたりすることが、まあ、できるのが、まあ、このキャラの、まあ、強みになってくるかなとは思いますね。まあ、一応、そうですね。まあ、なんかその、パラダイズが怖かったりとかはするんですけど、まあ、相手も相手で前出づらいというか、前出たらオースいない分、後ろがら空きなんで、アポロン怖いなってなるので、まあ、割と安全に立ち回ることはできたかなっていう感じで、ロブを上げつつ、アポロンで後ろ抜くって感じのことができるので、まあ、よほど対策がいない人であれば、まあ、ありかなとは思いましたね。まあ、他で言うと、まあ、バイスとかに強くなったりするんで、まあ、完全ないわけではないんだけど、まあ、そうですね。まあ、まあ、まあ、悪くないかなぐらいかなとは思いましたね。こんな感じで、はい、決めたりとかして、まあ、使えなくはないかなぐらいかなと思いました。はい。ちょっとハード入っちゃったんで、ちょっとハードも喋っていくんですが、ハードは、ルナを使ってほしいとのリクエストがありましたんで、使ってきました。ルナは、まあ、役割対象がミュウエなので、ミュウエ倒したいなと思ってたんですけど、ちょっとミュウエと当たれなかったんで、とりあえずあの、いた邪神ハルの方をちょっと倒してきました。ちょっと、まあ、しょうがないですね。もう絶対当たれるわけじゃないので、そこははい。で、対面してるエンマに関しては、倒せないです。ちょっとルナ使ってエンマやってみたんですけど、どうしても倒せないので、枯らしたところで全部取ってくるんで、そこはしょうがないですね。まあ、強いキャラにはとことん強い。まあ、基本、まあ、主軸はエンマなので、エンマの対策の対策ぐらいで、まあ、使えればいいかなぐらいかなとは思ってます。はい。ちょっと話戻すんですけど、そうですね、グラマスの方を、まあ、定期更新やめて、まあ、たまにで、その枠を、まあ、リクエストに応える枠にするっていう話なんですけど、まあ、振り返りの動画の方で、まあ、その、リクエストの方を答えてる感じになると思うんですけど、もうありがたいことにたくさん来てて、ここだけで捌ききれないので、まあ、リクエストの方をね、まあ、作りたいなっていうこともちょっと一応考えてたので、そういったものがまあ重なって、まあ、そんな感じにするっていう感じになるんですけど、タワーのこの振り返りの動画と、あとはリクエストの方で、まあ、どういう基準で分けるかっていう話なんですけど、タワーの方、こっちの方では、まあ、より実用的、まあ、割とタワーでも使えそうなものを採用して、で、振り返りというか、リクエストの方か。リクエストの方では、まあ、割とネタより、ただ使ってほしいっていうだけの、まあ、要望に関しては、そっちの方で使っていくって感じでやっていこうと思ってます。まあ、そうですね。まあ、リクエストの方に関しては、まあ、名前の通りリクエストに答える動画になるので、まあ、リクエストがなかったら終わるんですけど、まあ、もしよければね、まあ、なんか使ってほしいキャラとかいれば、ちょっとコメントできたらなと思います。で、コメントとか、DM とかに関しては、まあ、リクエストですね。に関しては、多分すぐには反応しないと思うので、そこら辺とかちょっと、ご了承くださいっていうところですね。反応するときは、多分、採用しますっ
ていう時だと思うんで、既読の意味でつけることになるので、まあ、すぐに返信来ないとか、いいねつかないってなっても、無視してるわけじゃないんで、そこら辺はちょっと、はい、ちょっと許してください。はい、ということで、こんな感じですね。で、グラマスつながりで、グラマスの再生リストを作ってほしいとの、まあ、リクエストがありましたんで、こちらの方もちょっと作っておきました。なので、一応チャーテルの方にも貼っておいたんですけど、まあ、ガイルの方にも貼ってると思うので、こちらの方からね、ちょっと見ていただけたらなと思います。はい。ということで、まあ、そのとこですかね。まあ、他にも話したいことあるけど、尺間に合うかな。土曜日に、大会を立てたんですよ。これもリクエストがありましたんで、ちょっとなんか、立ててほしいとのリクエストがあったんで、立ててみたんですけど、思ったよりね、いろんな方が来てくれて、ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。ということで、結構楽しかったですね。環境上位、使用率トップ10と、また課金だけ、陣だけとか星盛りを無効化して、で、開いてみたんですけど、まあ、普段見ないようなキャラがいたりとかして、結構面白いなーっていうところはありましたね。やっぱ普段見ないキャラを使うことができるので、そこら辺とかやっぱ楽しいなと思いましたね。やっぱ、強すぎるキャラがいないというのは、それはそれでいいっすね。やっぱなんかまあ、毎回されたら飽きちゃうかもしれないですけど、たまにはやっぱ息抜きもありだなーっていうところでちょっとね、非常に楽しませていただきました。はい。ありがとうございました。ということで、まあ、そんなとこですよね。まあ、試合の方もあともう少しで終わると思うので、最後見ていこうかなと思うんですけど、まあ、このタイミングはね、まあ、ちゃんとね、粘ってナスストームとか打てば、まあ、レベル楽勝なので、はい。こんな感じで倒しまして、はい。結果の方はどんな感じだったんでしょうか。これ最後の試合なんですけど、はい、レートの方がこれでということで、はい、出ていきましょう。はい。で、はい。最終結果はこんな感じで、じゃあまたね、次行きましょう。はい、じゃあ見ていきましょうか。まずはタワーアクティブ人口から見ていくんですけど、タワーアクティブ人口に関しては2900人ですね。約2900人ということで、まあ、前回約3000人だったんで、まあ、100人ぐらい減っちゃった形になるのかなと思います。まあね、どんどん少数制になってきましたね。今いる人はかなり選ばれし者というか、まあかなりまあ減ってきてはいるんですけど、まあまあまあ更新ないにしては下がり幅がまあ小さいんで、まだ安心かなっていうところはあるんですけど、まあ安心はできないですね。まあどんどん減ってきてるんで、まあこれからも人を増やせるようにはでも無理だな。1ユーザーができることなんてたかが知れてるし、ちょっと難しいところはあるんですけど、まあ何かきっかけで増えればいいけど、まあ減らないように今のユーザーでね、頑張りましょう。はい、ということで。自分の位置はここで、で、ボーダー炎は、ボーダーの方がね、今回2651ということで、自分土曜日の時点でタワーを終えたんですけど、その時点で、うわ、低いなーって思ってはいたんですけど、最終的にも低いっすね。まあ、一応2600ぐらいで止まってたから、まあそこからは、まあ上がってはいるんですけど、それにしても低いですね。前回の2708を取れてたら、どこら辺になるんだ？ここか、73位あたりになれるので、まあ、結構、まあね、その下がっちゃった感じになりますね。ただまあ、前回上がっちゃっただけで、まあ、いつも通りと言われれば、まあ、いつも通りなんで、まあ、なんとも言えないとこですかね。で、レート3000以上となると、どこまで行くんでしょうか。3000が、ここか、21人ということで、まあ、これもまあ、その前回なんか謎の増え方しただけで、正直いつも通りと言われれば、まあ、いつも通りかな。3100となってくると、10人ということで、まあ、これもまあ前回増えただけで正直まあ変わらないと言われれば変わらない。で、3200が4人ということで、まあこれもまあ1人減ったぐらいかな。で、1桁ボーダーが3115で、まあまあまあ、上がりきる前よりは変わってないので、まあ、前回が謎の動きをしただけで正直まあ、そんな変わってないと言われれば変わってないですね。まあちょっとね、これ以上長くなっちゃうと困るんで、じゃあこの辺で切り上げようかなと思います。それではね、これで締めようかなと思います。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。